5秒前、4、3、2、1。藤原くんの出番だよ。いやいやよ、そんなこと言わないで見て見てよ。ほら藤原くん、ほら藤原くん、中野に住んでるキモいやつ、藤原くんの出番だよ。いやいやよ。はい、ということですね、今日も藤原くんの大放送始まりました。ですね、ちょっとコウスケの方が収録の方でちょっと遅れているということで、久々に、MC をやります藤原くんです。よろしくお願いします。はい、一発目はのぞみにからいこう。はい、私、モノマネ芸人アジアビューティーです。クララミラバケソっていうコマーシャルでアルパカの声で出演させていただいております。どうぞよろしくお願いします。聞きたい。嬉しい、ありがとうございます。それではお聞きください。ミラバケソ、ミラバケソ、この声で出演させていただいております。今日はどうぞよろしくお願いします。おお、すごい。エリザベス人気な。うるさいハゲ。いやハゲてないから。今日もキラキラフェアリーリエで、リエがキラキラって言ったらキラキラって言ってください。せーの、キラキラ。ピカピカ。ピカピカじゃない、キラキラ。つるだくん。うるさい、コロケ。コロケじゃねえよ。ハゲてねえから。ダメだ。ハゲ。ハゲてないよ。ちょっと居酒屋で面白いねアイドルやってた子を見つけてきたんですよ。アイドルじゃないです。あ、アイドルじゃないよ。失礼。でもね、あの目標が舞台女優。あ、そうです。それは合ってますよね。それ合ってた。はい、合ってた。はい、下田さんどうぞ。はい。はい、顔切れてるけど。胸しか映ってない。はい、下田すみれです。はい、アイドルではなくタレントとして今活動させていただいてます、下田すみれです。よろしくお願いします。イエーイ。はい、お願いします。今日はこのメンバーでお送りしたいと思います。ですね、コウスケ君が機次第、MC 変わりたいと思っておりますので、皆さんしばらく、藤原にお付き合いください。やだ言うな。皆さん最近どうですか、なんか楽しいことありました？あのね、昨日ね、深夜に無性にラーメン食べたくなっちゃって。あるね。コンビニ行ってきた。コンビニのラーメン。うん。どうだった、美味しかった？足りなかった。美味しかったけど足りなかった。よく食べるね。そうで、ちょっとなんかその話をどうしてもしたかった。なるほどね。うん、そんくらい。そんくらい。うん。ルナちゃんは？ルナ？うん。ルナは風邪ひいたこと。風邪ひいた？いや、それ楽しかったの？あ、楽しかったこと。あれ、なーちゃんは私はね、セーラー店に行ったことがない。いいな。
たよね。行きたい。行きたい。行きたい。楽しかった。いいなぁ。はい、ちーちゃんは？私は、おとといお寿司を食べました。寿司？いいな。食べ放題？何？違う。何の寿司やり？普通に渋谷の、回ってるやつじゃなくて回転寿司。回転寿司じゃないの、なんか直線レーンでシュッてくるの、皿取ってピッとしたら帰っていくの。くら寿司かなんかじゃなかったっけ？なんか回転寿司じゃないけど、なんかね、お茶とかもなんかあるでしょ、こう。そう、全部渋谷にありますよね。でもあそこ相当安いよね。安いし、美味しい。うん、安くて美味しい、確か店だよ。あ、それ行ったんだ。へぇ、藤原くんの働いてるところに遊びに行ったんですけど、てか、たまたま通ったら藤原くんがいたから、あーと思って店入ってよーって言って、いちごミルク買ってもらって、そのまま寿司屋行って。ちゃんと飲んだの？飲んでないまだ。ひどいね。冷蔵庫にある今。もう二度と奢ってあげないよ。ちゃんと飲んだ。飲んだ。なるほどね。じゃあ、アジャンは？私はですね、ちょっと乙女チックなんですけど、新宿の、マネケンっていうワッフル屋さんがあるんですけど、そこで期間限定の宇治抹茶味のワッフルを食べたことですかね。超女子。超女子っぽい。一番女子。まさか一人で食べたことないね。一人で食べました。一人で行ったの？一人で行きましたよ。ああ、びっくりした。一人で行ったらちょっと寂しいなと思って。ちょっと一番女子っぽいこと言っちゃったかも。女子っぽいこと探そう。一応聞こうか。リエちゃん、リエはビジュアル系バンド好きだから、ビジュアル系のバンドのライブフリーチケットをもらいました。でも、あ、いい、チェンジ、無料チケット。でもライブの日が7月でした。なんだこれ、7月のライブ。まだ先じゃん。はい。まあね、そういうこともあるよ。はい、一応聞きますか。何もないエリザベス。何ですか？はい、次行きましょう。聞いて。よ、しょうがねえな。はい、じゃあベス。秘密です。はい、次行きましょう。はい、次、下田さん、何かありました？最近ですか？うん、ついこの間なんですけど、アジアンさんも見たんですけど、新宿のサイゼリアでね、はい、ベンピー頼んで、あ、そう、食べるっていうのをやってましたね。やりまして、で、アジアンさん、後から来たんですけど、あ、来たの、あれ。行ったんです。うちの子たちね、ライブだったからね、うち行けなかったの。ミトピーのやつでしょ。そうです、そうです、エロピーのね。そうです、エロピーの。あれ、下田さんも繋がってるんですか、エロピーと。あ、繋がってる。あ、まあ、一応お世話にはなって思いますね。あー、人生、まあいいや。はい、そんな感じ。大丈夫ですか。そうね、結構食べ、もう、アジアさんが来なければもうダメでしたね。結構がっつり食べてたんで。あれ、すごい女子らしいこと言ってましたけど、一番食べてました。いや、でも最後私女の子一人でずっと食べてたんですよ。ひどいな。男ばっかになっちゃったけど。え、男の人も食べなかったんですか？男の人ばっかになっちゃった。だって3万ぐらい行ってたでしょ、あとデータ見せてもらったの。3万3千ぐらい行ってたよ、確か。こんな来たかったのよね、あれ、呼ばれてたから。はい、ですね、今日はこんな感じのメンバーでお送りしたいと思います。皆さんよろしくお願いします。はい、それではこのまま行きますね。一発目のコーナーは1分間スピーチ。